1977年の戸間駅と周囲約500メートル範囲。右上が羽幌方面。単式ホーム一面一線。駅舎横の貨物ホームに引き込み線。駅裏の貨物ホーム側に副本線が2本見えるが、島式ホームは確認できない。この町の基幹産業は水産業と農業であり、駅裏のヤードには倉庫が見える。副本線には、 北と南に、で15とそのラッセルヘッド車らしき車両が見える。1965年頃まで、戸間前港から手売り、焼き尻への定期航路があり、この駅を利用した人や、物資の往来も多かった。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成戸間前駅は、北海道戸間前郡戸間前町わざ戸間前に、かつて存在した。 日本国有鉄道ハボロ線の駅である。電報略号は問い。ハボロ線の廃線に伴い、1987年3月30日に廃駅となった。1986年10月まで運行されていた急行はボロの停車駅であった。廃止時点で一面一線の単式ホームを有する地上駅であった。ホームは線路の西側に存在した。かつては、 単式ホーム、島式ホームを複合した計2面3線のホームと線路及び貨物側線を有する列車交換が可能な交換駅であった。廃止後撤去された島式ホーム跡への一線が側線として残っており、その他幌延方から駅舎側に分岐した側線を一線有していた。業務委託駅となっており、駅舎は校内の西側に位置し、ホームから少し離れていた。 当駅が所在していた地名より、地名はアイヌ語のトマ・オマイ・トママイに由来する。トママ駅跡,跡駅舎やホームなどはすでに撤去され、1999年時点では、校内食堂の看板を持つ廃屋が残存していた。2010年時点では、駅跡周辺が農村公園に整備され、農業倉庫が残る。ありがとうございます。